はい、<laughs> ピーチキャッスするぞ、会 ああということで始まりました。ピーチキャッスルの仮のお時間です。はい、はい、お願いします。さあ、ということで、今回お相手するのは、ピーチキャッスルの毎週のショート。ピーチキャッスルの非常にいい状態。これはなんだ。いや、気づいた。眠いんだ。トーバルです。いすはい、よろしくお願いします。いい状態ではないでしょう、ね。眠い、えー。これ非常にね。いいの。うん、なんて言うんでしょうか。この。お。なんてプ。プール帰りみたいな。<laughs> あのプールの授業とか、うん、終わった後のあの授業のだるさとか眠たさとかのちょうどいいぐらい今も多分じゃあ布団と枕があったらどんぐらいで寝れるもう本当トマジで8秒8秒、うんでも10秒かからないと思いますね <laughs> スッて布団に入って枕が、はい、もうかぶったらあ<ー> <laughs> あーやばいないいなあ<ー>やばいやばいやばい あーさあということでこの番組はですね毎週水曜日の夜の7時から8時まで1時間お送りしております我々吉本沖縄の若手芸人ですので皆さんぜひぜひお楽しみください,はいお願いしますなんかまた台風が来てるらしいなマジでそう今週の金曜日土曜日あたり、えー、や直撃するかしないのかまだちょっと分からんけどなんかあの先週か先々週ぐらいはちょっとなんか急に台風に変わったやつが。 沖縄に近づいたんだけど<う>それよりかはもうちょっと強いらしいですからねだ<う>ゃあ今回はもう本格的な台風の可能性ありますよもうまた台風が来るために我々恐怖しか出ませんけどもなんで車であのー、女村だっけ<う>昔営業で4名ぐらいで行ったっけああ行ったねあのドラム缶とかもゴロ,ゴロ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 って転がってる道路でもう薄まさなんかお前の死んでっかい車で行ったけど、うん 風がビオ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 吹いてフロントガラスに看板バチコーン当たったで当たったなあ,あれって一応今思えばマジ怖いことだからね確かにフロントガラスあるあの時マジでバリーンって笑ってたらどうなったのかなと思うけどね怖いな確かにだってそんなのってもう映画とかドラマでしか見たことないようなまさかその時自分がもしねもう体験することになってたらまあ面白かったですけれどもんていうかお前か肌荒れてるな肌だろなんでかやこっちだろ ここよ、だからこの,この左頬の下の方に,に、ね、あ嘘あ、なんかちょっとちっちゃいポツポツしていけるななんか不摂生かな,なか分かるやつだご飯とか食べ物がちょっとかたったらすぐ出る <laughs> でこのなんかこの左頬にできてるのは<う>最初小さかったわよ<う>だけどヒゲ髭剃ってからこのカミソリを逆剃りするやし<う>歯を下た時にちょっとガリッていったわ,うわでそっからもう肌がやめてーって多分 あの反応を起こしたんだ危ないっていそこでなんかぼこっと吹かれた出よ。でよ。あの足の指の間にも、なんかタコみたいなのができてるばって。<laughs> 死にいたえばよ。ちょっと見せて。D 字イライラすれば、でも、これ気になって。あの、もうよ。わかる、これ、ここ、こら。いや、なんか汚い。死にいたえばって。ああ だからこのスーツの時のこの革靴とかああこのちょっと狭い靴とか履いたらこの小指のこのこっちがこのタコにミーンって密着してから死にたいわてだからもう漫才中とか,なんか営業とかこう喋ってる時とかもうなんかキンズキンズするからもう意識がもう死に右足のこの指に行ってしまえば何かそれだから分からんもよこれ何なんかなだからさ最初魚の目かなと思ったけど魚<あ>の目ではないらしいわて何で分<あ>かる こ,う見せたばよこの知り合いにこの弟かお母とかに「これは鵜の目じゃないはずよタコだはずよ」って言われて「タコって何か?」と思って<あ>「タコ」ってなんか検索するとなんかこの皮膚がその部分になんかこう擦れたりとか当たってたら皮膚がストレスを感じるらしいわ<ー>そのストレスを感じないようにこの部分を守ろうとして皮膚がポコッて膨れるらしいわ<ー>それがだからタコになって痛くなるらしいわ<ー> だから俺の今右足の薬指の外側にはすごいこのストレスがかかってるんだ小指からな。<laughs> 死にたいよいちょどんなってくっついてるわ <laughs> ミーンって <laughs> ミーンって薬指にも寄り添って寄り添ってよだ<あ>からこれ女の子とかはよくなったりすんのかなと思って <laughs> なんかヒールとかなんかああ パンプだっけなんか結構つま先でキュッてなってるのなるあんに入ったこれなんか直し方ないのかな女性に聞いた方がいいん、ね、リスナーさんで女性でヒール履いてる人とかいるでしょ、ね、はいはいはいいると思うでもこれもう隠してわあーやだーめっちゃ気が散るばってもうズキンズキンしてイライラすることちょっと撮ってみよう何が写真タコは何言ってるべあちょっとあダメ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 ですよ <laughs> お前刃物を探すな 刃物を探すなじゃあこのマジで俺もだから絶対お前はなんかそういうの切るタイプやし、うん、一回挑戦しようと思ってこうやったわって涙がちょちょ切れるああ甘い甘い,甘い,甘い相当な痛さ <laughs> 耐えるわけよいや皮膚をもう本当にえぐって切ってるあれはああそうだよ無理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 マジで痛かった俺 <laughs> カッターでいやなんかガシンっていくわけよいやそのガシンは無理やつマジで ひぎじーって言ったのでホンにカッターでこうちょっと当ててグリグリグリっとして <laughs> ひぎじーってなんかそれ恐らくもう第5期をも涙がどんどん出てきてもう <laughs> 痛いこれはダメだって <laughs> 薬局行ってあの魚の目コロリ買ったんだけど <うん S 1> あの魚の目のできた時にあのリバーテープ貼ってなんかちょっとふやかしてなんかポロンって取れる <うん S 1> でもタコだから全然効かんばってやったばいちゃうやったばいよ <laughs> だからばんそうこう貼ったら痛みはちょっと和らぐんだけ、うん、ど、ね、当たらないからこれどうにかしてほしいなと思って<ー>早急にこのタコの対処法を確かにもう考えたいですよです、ね、本当にはい さあということで、はい、このラジオでは、えーうん、メッセージを募集しております。はい、ますメールアドレスが7 9 7 f m g i n o 1 c o m 7 9 7全部小文字で FMGINOWAN.com となっております。そして番組後半の全力トークがあります。全力トーク、今週のお題は焼肉ということで。 焼肉<ー>皆さん好きと思いますのでね焼肉について全力トークしたいと思いますはいお願いしますさあそしてですね <laughs> えまた、えー、番組元のこのちょっとタレコミ情報というか、まあ、質問コーナーもありますけれどもね、はい、ちょっと読んで読んでみたいと思いますあお願いします最近ああ会えそういどこと後輩 一番好きというかかわいがってるというかねもう全然なんか最近会えてないイメージあるよ俺まあ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 確かにどこにいるんですかっていう <えー S 1> どこにいるのってなるほどねうん,うんあいつ自身がどこにいるんだって感じですけどなしかもあいつ携帯電話もなくして見つかってないしもうお金もないからね新しい機種を取ろうとする感じでもないさ。うん じゃどんなやって連絡取ってんのかなと思って <laughs> 岸本に今電話してみたらいやえがらないでしょだから携帯復活してるかもええ嘘分からん分からんけどえちょっと電話してみるなんかやってみようかじゃあ岸本にちょっとじゃあ電話してみる、うん、なんか探そうとはしなかったのかなあいつ iPhone、Android だったのかなじゃああげればお前がえなんであお前なんかセブンに帰るんじゃないあ,あそうそうそう帰る帰る 変えるけど、ちょっと今発信しております。おかけになった電話番号は現在使われておりません。最悪終わりも。<laughs> はい。<laughs> 終了ですね。はい、終了です。えー、<laughs> はいはい、いいですよ。は、えー <laughs> えー、というかありますね。えー、せっかく先輩芸人の クーバヨシキさんから2つも質問をもらったんですが間違えて消してしまいありません場合スタッフどういうことかや, <laughs> いやどういうことか多分ねあのこのラジオのまあ台本といいますかこういうなんか、うん、あ書いてるスタッフが我々の先輩芸人のクーバさんになんか PHS に聞きたいこととか質問とかありますかって多分聞いたんでしょうねで答えをもらったけど間違って消しちゃうというなんでよやああ何聞きたかったんだろう,うークーバさん ちょっとちょっと,ちょっとねえまあまあまあまた来週もねまたクーバさんに聞いて質問が何かいただきましょうが、はい、さあそしてえー「ももも」以外に何か考えてるものってありますか場合「オーシャン新規」「稲服ですね稲服新規オーシャン」のチャラチャラとして後輩芸人ですけどもももも以外に何か考えてるものってありますかだからこのありますよねえある 何どんなのあもももももって言った後にうんズキューン!」「<laughs> <laughs> お前だいぶ勝負したな今ズキューン!<れ>」んって、うん、んそれお前だけがこう指をさすの何か舞台に客席にまでって「ズキューン!」って「ズキューン!ちょっとなんかあの」 パンサーの尾形さん。サンキューに、ちょっと、徐々な感じを足したような <laughs> バレ<た>。いやいや、もう、そう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 。サンから、ちょっと、変えて、ズキューンってやってるけども。なんか、あればいいですけど。まあ、な。お前だ、なんか、擬音発するとかやれば。<laughs> 急に。はい。はい。どうも、ピーチキャスですもももも、ドゥンドゥルンドゥルンとか。そう。 違うんかいそれはちょっとピンとこなかった。あーいってあってただの俺一人だけど気合入れみたいな感じうあーいって俺昔の曲のあのマカレナぐらいでしか聞いたことないけど。どんな感じえ、アンクピラポレミアマカレナけどウェイペカラデデミアマカレナアンクピラポレミアマカラナエーマカレナあーいってえ聞いたことない。マカレナかるでしょあーいって言うの。はい。 えー、続いて、切ない話をお聞かせください、場合、猫のかけら、キャット、上原。なんか、それ、切ない話って、切ない話とかないよ、<laughs> 今、切ないって、ああ、あったわ、<何>最近、うんあの、バイクで那覇から帰ってくるときに<う>、まあ、俺なんか、奥さんから、<う>帰りにちょっとあの牛乳買ってきてって言われて、<う>子供が飲むための。お でまあちょっとドラッグイレブンによって粉<ん>ここミルクをの値段を見て1600いくらかだったわで財布開けたら28円しかなかったわ <laughs> で俺ふーって深いためについて <laughs> ーあーあゴーパチー星空見上げながら帰っていってさ <laughs> それ切なすぎるな死に切なかったでさ俺もう子供のミルクも買えない <laughs> 財布持ち歩いてるんだなって,て、ええ、いやでもちょっと奥さんの方が買えるんだろちゃんとするわいやそうよ いいよ嫁がまあ帰ってるからいいけど小遣い制でもなくなってきてるのよ最近えあのー、ATM で給料入るでしょ、うん、で引き出すでしょでまた嫁という ATM に俺お金を預けてるような感覚になってあ<ー>小遣い制でもないわよ<う>お前はまだもらえる身分の金額を稼いでねえって言われてやば <laughs> やばすぎるだからもうお願いする時は本当に申し訳なさそうに言うマジでごめんだけど ちょっと500円貸してくかや500円かやもう500円ほんとに500円まあまあまあ <laughs> 課税がありますからねまあ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 うんだからその分お前とか結構使えるお金とか,かまあだないな <laughs> 本当に はいということでタレコミはこんな感じですかね今なるほどじゃあツイッターネームアスカさんからの投稿ですありがとうございます佐賀は今度の3連休に台風来るそうですせっかくの休みなのにてんてんてんっていうことでうわ、まあね、なあこの時期に台風っていうのもなんか俺珍しいような気がするんだよなそうかなんか夏に来てるイメージがあったわけようそ だってもう正直、朝方とか夜ってまあちょっと涼しくなってるから、うん、ちょっとなんか秋感があるのかなっていう感じがこんな時期に来るのが普通通でですか例年通りなんですかかか例年りななんんね最近遅い感じするけどや、うん、だって夏はそんなに来てなかったさまだ台風34号とかだったし<ー>なんか昔ってもう18号とか19号とかなんか結構いっぱい来たイメージだったけどなんだ、そこまで。なるほど、ねうんうんうん でもね、坂の方に台風来るとね、まあ、沖縄以外の都道府県に台風来るとね、結構なんか、ね、被害が大きくなったりしますから、ちょっと大変ですけど、うん、気をつけてくださいよ。みんんなな台風のの日ってて何してんのかなもうやっぱ家にこもっておのんか DVD とかネットを見るだけなのかな。 な沖縄だったらね、うん、アメリカ人が海の方に行ってサーフィンしようパー,しサーフィンとかするな危険ですか、ね、危険だよなマジでなマジで本当に、うん、まあ,あれ軍人だからやろうすんのかよ、うん、<laughs> どうなんだろうなか確かにあった野生児だから一応でもそれぐらい自分のこのサーファー力に自信があるのか何なのかわからけないどな まあでも自然をねちょっと甘く見すぎると本当に取り返しのつかないことになる時もありますからね。アリカ人だからややるということ。気をつけてください。あの身体能力があるからです<笑><笑><笑>、えー。そしてツイッターネーム、はい、ゆうとうさんからの投稿です。ありがとうございます。はいありがとうございます。二人のピンクのつなぎ可愛いい,いあ,あらあらあらありがとうございます。そうなん、ね、別件の仕事帰りでね。うん、はい。 ちょっとねまた告知ができるとき来たらちゃんと告知しますのでぜひぜひいはい、はい、おやしますあるお仕事がね決まりまして、はい、そうなんですよねぜひぜひお願いしますはいということでじゃあもう一曲ここでいきますか、はい、行きましょうはいじゃあ、うん、それでは一曲お聞きください、はい、決明師で夏の思い出パペラペレペ,ラペーンパペラペレペン 夏の思い出手をつないで車で乗り込んで向かったの夏,、うん、夏の日思い出いしてる

嫌だな冬来ないでほしいないい夏の思い出手をつないで兄貴がいがうるさい振る舞って飛び込んで向かったあの夏の日

いやいやそんなことないですよカミソリ負けです

夏の思い出手を繋いで歩いた海岸線車って呼び込んで向かったあの夏の日 すごす夏の日メイシ好きだなライブ行きたいな

ちょっと休憩 OK です。 ラバラさあということで引き続き、はい、h キャスのカリをお楽しみくださまあ,あ曲とか CM 中に東原さんがちょっと歌ってるんですけども、はい、もう思いのほかもうキーがもうがっタがたよ <laughs> 嘘でしょ そんななことないしょお前多分両耳イヤホンしてこの曲ガンガン聴いてたから自分の声聞こえてないかもしれんけどああもう決明したほど遠いぐらいのもう声だったやさ思い出してる低い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 夏の藻で手をつないで歩いた海岸線おるまた飲み込んで向かったあの夏の日 いや、なんか気持ち悪い伸ばしが入ってるやつなんかな。んかむーにゃん、むーにゃんって。言ってないわよ。<laughs> <laughs> いい感じだろう。まあまあいい感じですけどね。さあということでね全力トーク行くにはもうちょっと早すぎますかね。そんなことありますかね。これはまた違う番組のやつですかね。ははははいいいいじゃあどうしますか全力トークいきますいやまあちょっとあの聞きたいんですけどあれ見ましたあなた。ですか映画映画っていうかなんか最近見ましたシンゴジラ ままあまあそうだけどお見てないじゃああれはウォーキングデッドあじゃあそれは言うなって見てないいやウォーキングデッドはだからあれでしょあのお前がレンタル開始したぜーってまあ言ったけどもそうあれまだ見れてないわけよ、あのー、だからー、うん、アメリカでやってる連続ドラマのうんうんうんあれこのバックサウンドは <laughs> いやもういやヒフヒフっていうね、ヒフヒフっていうなまあ、あの連続ドラマのゾンビ映画あゾンビドラマの世の中にいきなりこのゾンビがあふれてし感染していく。ははいい こうありきたりに感じるかもしれないんですけど「うん、ウォーキングデッド」っていうドラマなんですけど、うん、ただこれ普通のやっぱ今までのゾンビ映画とちょっと違うんですよねそうだよな違うよなこうやっぱヒューマンドラマ、うん、人間関係の崩れそう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 ,こうやっぱこのあんまりゾンビは関係なくてゾンビは二の次みたいな感じですよねだよななんかでしかもあとあとそんなゾンビも出てこないよな <laughs> そうそうそうなのよ なんか前半部分は結構なんか多めにでしたけど、うん、もうこのシーズン4シーズン5ぐらいからは結構な人間味を出すというあそそうあーそう,そう、この曲ねこのオープニングのえ、シーズン6はでもあれレンタル会社新作でしょ新作です高い高いやんに、ね、新作ってまあまあまあでも見たすぎましたからねそうだから俺なんか落ちはネット番組ネットケーブルつなげてるから <laughs>、はい このネットでこのシーズン1、2、3、4、5まで全部無料で見れたわけよ。お<う>で、シーズン6ももう無料配信やってるからだなかなか出なくて見れてないわよ。うん、だから毎週火曜日の夜の10時か12時の放送されてるので見ないといけないわけああー、なるほどね。で、多分10月にシーズン7が始まるわよ。えー、ドラマ放送開始まあったよ だから早めにシーズン6を全部見ないと俺毎週おうちに帰ってその見るっていう楽しみがちょっと追いつかなくなるからああ<ー>そうそうそうで、ントはこのネットでやってるのをこの HDD とかに落とし込めたりるけどその付属品持ってないからもうできないわけよ <laughs> なんかそれもう超みたいもうできないわけよ腸みたいマジでやばいぜシーズン6の第 1>, 1話か2話ぐらいはこのテレビあネット放送でやめろおいやめろリック主人公がねまあまあいるね、はあ、あんなことになってしまうなんて <laughs> え怖い怖い,えいそういう言うな,なんかそのほのめかすのーシーズン12345まあお前の方が先に見てたからあの楽屋とかでもちょいちょいなんか 今どこまで見てればってあ今シーズン4のどこどこだなあじゃあ誰々がああなと,ときかって <laughs> ポロって言うけど <laughs>、うん、そうなってないときの方が多いからね <laughs> お前からの情報ってで俺も普通にただ振り向くっていえっていやいやまだ起きてないんだけどああマジああごめん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  <laughs> あからさまに意地悪 <laughs> それはそれは意地悪。 何かあったわよ、健吾さんと<う>あの同期の初恋クロマニのあのケンの健吾さんと<う>もが見てるさ、<う>で健吾さんとお前も言わなかったことがあったわよ、え<う>結構重要なシーンで、<う>で俺、それでびっくりしたわよ、なんだろうお前ら二人行ってなかったのに、急になんかポンってそのシーンなった瞬間に、はえっってなっ俺、これ聞いてないってなって、なん,だろうなんだったかな、それ、それだから逆に俺、めっちゃビビったわけよ。あー なんかそんな雰囲気とかほのめかすような会話も聞いてなかったから急にそのシーンがポンって出てきてびっくりしたんですそれはなんかすみませんちょっと思い出せないですねなだかちょっであのツイッターネームエルタさんから投稿ですね違う番組のメールを勝手に読もうって読めるかメですよだめですよそしてあのワーキングデッドならいいのにワーキングデッド何でそれ死ぬまで働け死んでも働けワーキングデッド怖さよ なんか食に悩んでるんか <laughs> 確かにな確かにワーキングデッドこれが俺たちのサラリーマン <laughs> 面白そうだもう死んだ後もずーっとこの携帯電話とか資料とか持ちながら怖さやなマジで なんかツイッターネームゆうたさんからおいただありがとうございます。こんばんはピーチキャッスルさん今から聞きます頑張ってください。はいありがとうございます。頑張りますツイッターネームゴーヤーの青いおんぶひまさんですね。はいありがとうございます。お元気様です。ピンクのつなぎっていうこと。そうですね。なんですよ。別の仕事が決まりました。ねついてますけどもねはい。 ちょっとそれの帰りで。はい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 。はいよろしくお待ちておりますんでぜひぜひ。でも見ないわけねえじゃあ。何が？ウォーキングデッドシーズン6は見る。じゃ言うよじゃ。いや言うな言うな。じゃ言うよじゃないからそれは。見るって言ってるし。いつ見れば。それはまあちょっとあの。日にちって日にち。え今日がな今日なんちゃったけもう日付の変わはえっと十四日。十四日。九月十四日。 じゃあね、はいえー、9月の16日の金曜日9月の何 ?9 月16日の金曜日から見る。なんでいやいや、週末、台風だから。台風が来るから、うん、その時間を使って、うん、まあ夜中なりなんなり見る見る。 外に出れない時間を借りてみるよで今お前自体はどこまで行ってるわけシーズン6のシーズン6の8話8話ああ結構いくなあこれって1本だけってことではなくてもうどんぐらい123じゃ1本2話ですだから1本2話だからじゃあ2白はあもう4本5本ぐらいじゃ借りてるってことか4本目まで見ましたもう全部ああじゃ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 あその台風の間を利用してじゃあ俺見るよ 同じぐらいまで言ったなもう,それもう言う話しかけるからな <laughs> だってお前のだけでじゃあ16日以降からはこのお前は見てるものとして話しかけるから、うん、話しかけるってこと、うん、ああいいよ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 見る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 、うん、じゃあ16日の、うん、だから夜ああもうじゃあもう16日になった瞬間に言うわもういやそれは違うだろう <laughs> ああもうそれ一緒だからそしたらお前15日のお前深夜12時に多分お前が LINE とかがポーンってきそうなんだよそうだな いやいやいや,いや気をつけろそれは見てないってそのラインには気をつけろよ <laughs> いやいや開こうにも開けんやつさお前からのラインが気をつけろよもうなんか仕事とかなんかの話かなってパッて見た瞬間にカタカナがいっぱい出てきたら閉じるやつあの、お前にいろんな方法で伝えようといやいやいややばいやばい <laughs> 実はいろんな手法を使ってくるな,な SNS とかなんかな,んなさいいや皆さんもぜひぜひウォーキングデッド見てみてください。いさああじゃあということで、はいえー、番組後半のあ,あのコーナーに行きたいと思います。はい、全力 さあということで始まりまりした全力トークのコーナーのの時間です、はい、さあこのコーナーナはですねテーマを設けましてそのテーマに沿って、はいえー、トークしていこうという超絶シンプルなコーナーとなっております、えー、そしてですね、えー、番組冒頭でも言いました今週のお題は焼肉焼肉ということで、えー、焼肉食べたいあ食べたい 最近全然食ってないよ焼肉。えーなんかこの後ピーチキャッスル空いてるんですけど、うん、焼肉食べさせてくれる人とかいまいすか、ねはい。あいますかね。 もうわれわれ50円ぐらいしか持ってないんですけどももう行きますよ、その場所に。行きます、行きます。ね、皆さん、焼肉は好きですか <laughs> どういう時に焼肉に行く友達といった焼肉の話などなど行くなら食べ放題単品で焼き方にこだわるなどなどあ<ー>いろいろありますのでね、ちょっと全力トークしていきましょうか、はい、あの先ほどね、あのー、ツイキャスにもコメントがありましたけれども、うん、あのー、宜野湾市役所のほうに。 本丸っていう居酒屋あこれですねツイッターネームユうトうさんからの投稿ですねありがとうございますユうトうさんですね最近宜野湾市役所の近くの本丸っていう焼肉屋さんが美味しかったですよはい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 えっこれそ僕知ってますええ。行ったことありますめっちゃ美味しいです嘘つけよやホントホンホルモン屋さんだわけよ あのホルモンを結構取り扱ってて、うん、もう食べ放題とかそういうシステムは多分な中田でも全部単品の感じで誰と行ったえっとね俺歩みと行かんかったかなマジうん歩みかまあ誰かといった記憶がありますけれどもね <laughs>、うん、もう食べログるよじゃん、うん、美味しい美味しいほんとに本丸結構あのー、そんな大きい焼肉屋さんではないわけよお もうちょっとこじんまりとした、もうテーブル三席カウンター四席ぐらいとか,、えーかそ、そういう感じのおっきい、そう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 焼肉屋さんではない。結構美味しかったですよ。うん、ホルモは食べログ高い。うん。まあちょっとだけ値段は少し張りますけれども。マジで。はいはい。美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。 なのでぜひぜひ行ってみてくださいおいしそううんうんええ本丸本丸おすすめおすすめおすすめこれってギノワンだけなのかなチェーン店じゃなかったような気がするんだけどな、ね、ギノワンにあるのはいいですねう,ん、うん、うわめっちゃ焼肉食いたくなってきたやばいいいよな石いしいよ焼肉はうわ超食いたいなんかあのー、昔我々ピーチキャッスルと、はいえー、同期のガジラの 寺崎さん、はい、3名で、うんあのー、沖縄の有名な放送作家、うん、キャンさんの引っ越しの手伝いやったじゃん、うん、3年前ぐらいから、うんうん、でそのこの引っ越しの仕事が終わって、うん、このご褒美として、うん、こう焼肉屋さん行ったでしょ行っ、うん、たなであの時俺を座布団っていうのを初めて食ったんだけど、うん でこのガジラの寺崎さんは結構なんか食通というか美味しいご飯とかをなんか結構いっぱい知ってるから、うん、俺、この座布団自体を見るの初めてだし、うん、そんな焼かなくてもいいって言われたわけよ。おーおーで、この寺崎さんが座布団をこう焼いてくれたんだけど<ー>死にちょっとしか焼かんかったばって食べた瞬間正直よ、冷たかったば <laughs> あれはだよ、正解なのか。いやわからんんどううなんだろう 正直俺もうちょっと焼いても美味しいんじゃないかなと思ったんだけど冷たかったからそう座布団はちょっと炙るだけでいいって言ってたけど俺自体はもうちょっと炙ってもよかったんじゃないかなでかツイッターネーム、うん、エルタさんからの投稿ですね、はい、ベルマークで支払いできるのなら300点分おごってあげる、うん、いや,いや,いや <laughs> ベルマークがベルマークって何に変わるわ今。<laughs> マジ知らないんだけどああのよく小学校の頃とか集めてたけどあの学習帳の後ろとかでしょ <おう S 1> なんかあれって何にできるの分<か>るベルマークってじゃあ相当続いてるというかもうずっとずっとあり続けるもんだベルマーク牛乳についてるのが L マークだよな<ゃ>ベルマークってあノートについてるやつそうノートについてるの鈴の絵の。 いや分からんなあれ何に変帰ることができるのかな私ツイッター、ね、セブンさんからの投稿で大阪に食べに来てください鶴橋なら美味しいですお<ー>鶴橋って地名ですかそれとも焼肉のお店名ですか名前ですかねじゃあ大阪に行った時はじゃあ「セブンさんに連絡すれば <laughs> 我々ピースキャッスルにその <laughs> ねえあのお、ー、ごっていただくというかまあご馳走に俺はちょっと怖いからハハハ まあまあまあなまあ初対面の人のところに急に飛び込んでいくのは確かに勇気のいることだけどでも前城さんなんで行く大体僕はそうですねその日の気分とかプレッションでは近くで見てます <laughs> お前らにバレずに様子を伺えるどんな人と食べてんのかなってこと <はい S 1> ま,あま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 あ焼肉どうよ一人で焼肉行ったことある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 全然あるよえマジで行ってるあるよはあ <え>普通にあるよなにそれはもう一人でも行けるようなお店ってこと <うん S 1> ではなくて一人でも行けるようなお店要はなんかあ,のあるじゃん,なんかチェーン店とかでもなんか焼肉あんあんとかああそうそうそう全然行けるんじゃないですか行ったことあるいやあるよ意外やしさ全然ある俺お前そういうところ一人で行かなさそうな感じでしたあああなるほどねあの今は無理だけどね昔ですねあ,あ,あ昔は <うん S 1> 今はもう無理無理 無理さすがにちょっとはずいやばいもうこのや本当にやめてこの話すんのマジで今んでめちゃくちゃ焼き肉と焼き鳥食いたいやばいまあな腹減ってきたやばいツイッターネーム T さんからの投稿ですありがとうございますマイショうさんとおばるさんこんばんはこんばんは久しぶりですねはい もうお久しぶりでございますけども東原さん、前昇さんでいいですからね俺の方が前でいいですまあまあまあ前さんが後ででいいすまあそこは全然気にしないですビーチキャッスルの8割を私が担ってますいやいやだいぶ大半だろその2割も全部ほとんど効果音ですからねもうはいはいはいえツイッターにもレオナさんからの投稿です牛乳は L マークそうですねだから L マークはジャンに使ってるあれですよあの明治ファミリー劇場あ マークを集めて家族でそれにだけ使えるってことだけだったかでも有名なのは多分どこでやってるのそれ沖縄市民会館だとかええ見に行ったことないのないえいやないだろ普通にあるよあるよお前そう知らしっししっしっしっししゅっしいうのしっっしっちょっとかわいそうなんだけどいやマジで行ってる俺が沖縄県民大体行ってると思うよいやあるかや えピータータパンとか嘘つくな,ない俺もアンパンマンショーとかも見に行ったことない、えー、あの俺のちっちゃい頃の思い出は<う>あの子供の国で幼児通う大会みたいなので<う>あの大きなノッポの古時計を4歳か5歳ぐらいの時に大合唱して。<う> 途中で大雨降って泣いて帰ったったい,い,いやどんなイベントに参加してれば <うん S 1> そっちの方が特殊すぎるよやんそういうイメージですねいやいや明治ファミリー劇場は結構有名よなるほどえっそう家族いやでも沖縄の人以外知らないだろじゃん沖縄の人以外いうかはあ知ってるんかじゃあいやだから明治だから <laughs> 全国的にやってるもんじゃないのあれは ツイッターーネム沖縄吉本推し浩太さんからの投稿ですね、ほら、有名、有名って、有名じゃないって、いや、めっちゃ有名だって、お前、有名ですよ、多分めっちゃ長いですよね、歴で言ったらもう、そう、ほら、いや、スタッフさんも喋っていいですよ、声出して、そうそうそう、結構有名ですよ、なんか親が一生懸命集めて送ってくれて、そうそうそう、マジで、そうだよ、いやいやいや、ちょっと待って、え、じゃあ、浩太さんは見に行ったことあるんですか ほらえー、らえー、いやま浩、あ、太さん見に行ったことあるんですかって言ってたけど今ちょっと近くにいるから話しかた、ね、そうねギャラリーで見に来てくれてはいはい、はい、いや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 ええー、嘘でしょいや結構いや見に行ったことない人いるでしょいや確かにまあいるかもしれんけど結構少数派だと思うよああ分かる分かるとか言って。 記者がシュラシュ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 ラシュポさっきか何何をやってるの？記者がシュラシュシュシュラシュシュって。あれなんて説明しらべるかな？あの劇が始まる前に。これだからスタッフもわかるじゃん。でこれ康太さんもわかるの？シュラシュシュシュっていう記者みたいな。ええ。めっちゃ有名これが。なんかそれ。これねあのじゃこのこのじゃブースのこっちなんてこっちがじゃステージとするじゃん。そしたらこの右端の上の方に。 ゃ記者が通るわそれが始まりのアイけーなんかそれあのスポットライトをギューンって右角に集中させてお前何回見に行ったことあるかえ俺結構あるよ多分6回ぐらいあるよやば赤ずきんピーターパンオズの魔法使いあるあるパンフレットとか持ってたもん面白いわ面白いしょからんな結構有名だったけどな今もやってる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 そして Twitter ネームはい さんから投稿ですねはいはい明治ファミリー劇場のオープニングの列車のは面白いほら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 ええ超手作り感満載の列車だわけよそうなんだ列車の人形がまあ糸もちょっとうっすら見えるんだけどなるほどねスーンって滑っていこうそしてツイッターネームセブンさんから投稿ですねありがとうございますありがとうございますおおええそうなんだ学校の文房具系交換されでセブンさんは鶴橋に住んでるんですかね あそうなんですかね県外の大阪らっしゃはいはいはいちょっと行きたいですね大阪の時ツイッターでもゆうたさんガラハ焼肉は美味しいですよね美味しいギノワンにはないのギノワンにはない行ったことあるばお前ガラハ焼肉ありますよ名古ですよねうん名古にもあんですけどはい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 ツイッターでもなおとさんから投稿ですね一人で外食大好きほらね いけるんですね。外食、そしてツイッターネーム、ひ、ティーヒガさんからの投稿です。はい、はい、はい。だいぶお久しぶりです。はい、お久しぶりです。お二人のご活躍はテレビなどで拝見しています。ああ、すみません、ありがとうございます。焼肉はアンアンさんによく行きます。いああ、いいね。うん、なるほど。いいですからね。最初、何から頼む、お前。なんか、そういうのある俺?。うん。キムチ。おお。 まさかのサイドメニューから来たいやキムチとナムルだろキムチとナムルキムチとナムルで、あのー、胃袋を活性させる <laughs> いやいやあ,あ急に肉を入れたらびっくりするからってこと<ん>キムチとナムルスタートだろお前おそうだ俺がっつりなんかカルビとかからいくかなと思ったけど<ー>あキムチナムルのちょっとベジタリアンな感じからそうベジタリアンって普通だろそれいや普通じゃないでしょう <laughs> 全然頼まんやっす俺 はあ、キムチとかマジ頼のわ <laughs> 嘘つけよおいちょっと辛いのが苦手だから頼まへんぞ俺キムチ子供かやいやナムルはまあわかるけどじゃもう何頼むわ焼き肉屋さんで肉以外で三中それ以外じゃん卵スープとかいやマジ子供だないやキムチもだからあの人が一回頼んでるのを見てどんぐらいの量かなっていうのを見てから頼むやす。なんでよ 一人でなんか食い感ティーとかする場合もあるかも。ないないない全部食える。あと俺あのあれもちょっとあどうなんだろうなあのキムチってなんかこの、えー、白菜とかがつけられてるやつ。<う>あれはまあいいバイト。すまっさでっかいのないなんか。何が？角角敵<的>？あ,あ角敵。大根や大根のうまいやし。俺ちょっと苦手だっけあれ。なんか知らんけど。 なんかな,なんか… <laughs> しかも卵スープんで <laughs> 普通焼肉屋さん来てるからユッケじゃんとかだろユッケじゃんあまあまあビビンバとか頼まんばビビンバもうそんなに頼まんい何食ってれば焼肉屋さんでマジでいやだからもう肉だけ肉ほんとにだから俺ライスも昔は頼んだけど今も頼まんはあやばライスももうなんか ご飯でなんかお腹が膨れるのはもったいないなと思ってだからそうそう,そう焼肉屋さんでもご飯頼まんやつだもうう最近はなるほどねうんキムチキムチがじゃあ肉よ肉肉は何から食うよハラミうわー結構ハラミやんに<嘘>ナンバーいやーもうカルビー いやいやいやまあまあまあでもハラミでしょうんレバーとか食えないんだっけ食う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 よレバーはダメやさなんだお前やマジで多いなわがままいいやいやレバーとセロリはちょっともう苦手だえんそしてツイッターネームはいはい沖縄吉本志功太さんから投稿ですねありがとうございますジョジョエンの肉食べたことある食べてみたいああジョジョエンの肉ないですねないばないないええもしかしてん あれないないんかい <laughs> あるような素振りをするな何<い><ん>かへ <laughs> えーとか <laughs> いやないですねでもまあまあまあ高くて美味しいところはありますけれども、ねえー、安くて美味しいところもね結構あ俺ジョジョエン弁当食ったことあるかもえっ、ー、マジで言ってるえなんで今思ったらなんかの仕事営業で食ったな多分ジョジョエンの弁当ああ<ー>ええー ありますね弁当だけですけど、うん、でも行ったことはないんで、うん、行ってみたいですねでとりあえず、えー、ツイッターネームエルタさんから投稿ですねとりあえず頼んでみるもの生レバーユッケユッケねーーユッケはうまい,い,いねーユッケユッケはうまいよー確かになーうわめっちゃ焼き肉食いたいやばいいいやあの<で>卵の黄身とかも。 あそしてツイッターネーム、うんえー、こちらがセブンさんからの投稿ですかねはいはいはい、えー、とりあえず単勝が先だなっていうかあ単<ー>勝ねもちろんそうですねお前だけやっぱあれだろうなりなりタレと塩一緒に焼くだろうタレと塩一緒に、うん、焼くねど素人が焼くやつさ塩を先に焼いて、うん、塩で食べといて網交換してタレの肉を焼くんだよええー 混るだろ味がいや俺そんな全然気使ったことないやつさ全然ダメほらツイッター e r ナオトさんから投稿さありがとうございますタレと塩はダメほら塩のものを頼んどいて食べ終わったらタレですよえもう交互とかマンチャーマンチャーはもうダメなの混ぜるのダメ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 ですよでもなんか塩味のやつを焼いててあとからなんかこの鶏皿かなんかに あの降ってある塩をちょんちょんってつけたらもうそれは塩になるんじゃないか。何を言ってる番タレとか混ざらんいやねん。なんか混ざれた。嘘。そんな全然気使ったことないですか、えー。ツイッターで、ね、エルタさんから投稿です。一番最初に頼むものの定番生ビール。やっぱりね。まあそれもありますけれどもっていうところ、ねうん、うわ肉とビールいいな今。めちゃくちゃ今ご飯食いたやばい。は<ー>あー。ああやばい焼き肉。 そして、メールの方も来ております。ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからの投稿です。はい、ありがとうございます。お二人様、こんばんは。こんばんは。んんは機関車を聞いた途端に、機関車トーマスはリアルに怖い。は私だけですか。<laughs> <laughs> 確かに。まあ,ま,あま,あまあ、まあ、まあ、まあ。あれ、マジやばいよな。あれ、鉄に顔面がついてるから。<laughs> しかも、あのー。結構、子供とかが。見るさ、うん、トーマス。うん 内容<え>子供向けじゃないの分かる<え>結構怖いぜなんで機関車トーマスってえなんかよしかもよトーマスがよ結構いい加減ばまあ俺あの子供がいるからたまに見たりするんだけど<う>機関車トーマスは一人で走ることにしたとか<う>でなんかどん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 進んでいくおうおう駅で止まらないといけない時間帯にもかかわらず自分が 走りたいと思ったからただただ走っていくってダメやし超自己中バーテやば超自己中場 <laughs> で俺俺ボーっと見ながらおお死に自己中や思った <laughs> そしたらあとあとなんかこのトップのート教っていうなんかこのなんていうのこのいるわけよあのキャラクターがおじいちゃんがトップ卿っていういるんだけど名前がその人が「おスマサトーマスシカルバーテ」一応当たり前のことやしまあまあそうだなでそれを なんていうの伝えるには子供には分かりにくいし <laughs>、うん、大人が見てもいやーこれ、トーマスすごい悪い人だよっていう, <laughs> もうちょっと不思議なお話が多いわけよ。まあ、機関車トーマスーで、まあ、確かにね顔面は怖いよ。怖すぎる だってほっぺとかもポコーン違う焼肉の話だそうそうそういいやや沖縄コンビニセンターさんがそのトーマスの話したからねツイッターにもユうトさんからの投稿ですねこの時間このような食べ物の話はダメですねって学校帰りのバスの中で今思いましたあ確かになめちゃくちゃ焼肉食いたい本当に焼肉めっちゃ食いなじゃあ今一番行きたい焼肉屋さん何うわっ お店ああ本丸ジャンパーお前は本丸一応本丸本丸もうんいいね本丸いやだけどなんかホルモン系が結構多いからちょっとだってガッツリいけないさガッツリいけないわけよなんかそれいけるだろなんかいやなんか <laughs> 骨付きカルビーとかなんか <laughs> 骨付きカルビーとかなんか分厚いぜロースーとかなんか ああいうのちょっと食いたいななんだろうななじゃあどこ行きたいかまあほんまうんあの焼肉夢丸おうおうが俺結構好きだわけよ <laughs> 夢丸 <laughs> <あ>あのぐすうじさびら焼肉ご縁シリーズの夢丸あ,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 あっちの梅だれが死にすきばで梅だれが <laughs> やばいあっちの梅だれが死にすきばよ <laughs> いやタレやしてじゃん いやまだ肉じゃなくても。いやだから,だから,だからな、ちょっと変わってるような感じ。あであ最近行ったあ、あっちもめっちゃ美味しかった。あのー、えぇ、ー、栄町の、何だっけ何よ<や>。あのー、あれ、やばい、店出てこない。茶ャ高校の近くにもあるの。は茶ャ高校の近くにもあるあ<ー>えーっと。た北たや。あ北谷たや。町の北やめっちゃ美味しかった。へ、えー、あそこ、もう。 サラリーマンとか仕事帰りとかでも結構席がいっぱいで、うん、電話しても予約取るの結構難しいらしくて、うん、でもそれ、あのー、あ同期の芸人の大谷ゆ美 2>、うん、と2人で食べに行ってその時めっちゃうまかった本当にへ<ー>そう豚ト,トロも美味しかったしな,、ね、なんかやっぱこの調味料とかこのかける塩とかもこだわってるところはやっぱ美味しいやつだなるほどねちなみにじゃあお前どこ行きたい東高園 どこそれ松山にあるんだけどおおお俺行ったことないぞ朝の6時ぐらいまで開いてんのかなは定義開いてる朝の6時までそうそうそう夜中でも行けるわけよそこに俺よくあのチョコプラの長田さん行ったりしてんだけどそこは何がおすすめなのもう全部なんかこれだなっャンスープああ肉じゃなくてまあサイドメニューだったな肉だったらハラミあ そこのハラミはもうやばい、うん、もうその投稿園に行ったら絶対頼む、うん、そうですねゆっけじゃんまあ以上ですねはい,、はい、はいありがとうございますいます、はい、じゃあということで一旦 CM いきましょうか、はい、じゃあ CM お願いします、はい マジお腹すいてしさ。<laughs> 焼き肉食いたーい。いいな。 さあということであっという間の1時間エンディングとなりました残すところ残り時間あと1分30秒ですねはいここでメール来てるので読みたいと思いますラジオネーム松浦かおりよしこうたさんから投稿ですありがとうございますこんばんは松浦かおりよしこうたです早速ですが質問です相方以外でコンビ組みたい人はいますかよろしくお願いしますではチェケラということでありがとうございますああまあ組むとしたらってこと ええ、むずっ。ええ、どうだろうな。加湿オレンジ中村とかいいかな。ああ、なるほどね。結構ネタの話とかもするし。いろいろ、まあ、ま,まあ、まあ<ー>、まあ。お前、誰。うーん。ボンジョルノの降りた。なんで。<laughs> そこンと岸本じゃないボジョルノの急に大阪から来た若手芸人のボンジョルノの降りただって髪切ってくれるから俺の今の髪型降りたが切ってくれたばあそう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 だよなそうなかなかうまいうまいうまいうん。うんあとの部分は全部ネタの部分は全部俺がするからあいつは俺の髪だけ切っとけばいいやめろやめろダメダメそれは独裁政治で 降り,降りたはんダメだよ。<laughs> ダメだよ。そんな理由だったら多分あいつがショートする。<laughs> パンクする。<laughs> さあ、ということでですね、はい、我々からのお知らせです、はいえー。今週の金曜日ですね、9月の16日にですね、えー、夜の8時から一期一会というお笑いライブがあります。はい、ぜひぜひテールチケット持ってますんでよろしくお願いします。すはい。さあ、ということで時間いっぱいいっぱいとなりましたので、はいえー、今週のピーチキャスルの借りはここまでです。お相手はピーチキャスル前シシートピーチキャスル東原でした。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバーイ and